FC エメンは、オランダの北東部、ドレンテ州の都市、エメンに、本拠地を置く、サッカークラブである。現在は、オランダ一部エルデビジに所属している。九百二十五年八月二十一日に発足。九百五十四年、オランダリーグが、プロリーグへと移行した際には、プロ化せずアマチュアクラブとして存在することを選んだ。九百八十五年、ついにクラブはプロへと移行した。 1988年、プロ化するとともに名称を b ーボ v o ン m e n に変更。しかし、2005年にクラブの歴史をより反映する名称にすることと、当時後の b ーボ v o が PSV、RBC、Ado などの略語と類似していると誤解されるのを防ぐという二つの理由のため再び FC、エ m e n へと戻した。2018年5月20日、昇格、降格プレーオフ決勝で、 スパルタロッテルダムに3-1で勝利し、クラブ史上初のエールディビジ昇格を果たした。クラブのメインスタジアムであるデアウデメールダイクは2005、FIFA ワールドユース選手権の会場として使用された。なし中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 圏外選手を示す。中 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。